トモキョです。よろしくお願いします。いやー、やりました。山下達郎さんのライブのチケットが取れました。もうここ何年分かのチケット運を使った気がしますね。僕はファンクラブに入ってまして、その最速選考なんですが、ツイッターを見ていたらファンクラブに入ってる方でも結構落選してる方はいるみたいですね。続いて一般抽選もあるようですが、倍率やばそうですね。いやー、本当に取れてラッキーでした。ありがとうございます。さて、今回の動画ではですね、山下達郎さんのライブの予習をしていこうと思います。僕自身、山下達郎さんのライブに参加するのは2回目なんですが、毎回のライブのお決まりだったり、必ず演奏する曲っていうのが結構あるそうなんですよね。いろいろと調べてきました内容をお話ししていきますが、今日話す以外にもお決まりだったりとか定番があれば、ぜひコメントで教えてください。それではお付き合いください。まずライブの開幕1曲目ですが、これはほぼスパークルのようですね。アルバム 4U の1曲目でもあるこちらは、山下達郎さんのギターのカッティングがね、もう最高に爽やかなわけです。確かにあれ聞くと、あー始まったなーって感じしますよね。ちなみに山下達郎さんの使っているあの茶色のギター、テレキャスターという機種です。結構軽い感じと言いますか、ジャキジャキした音が出ます。その昔友人から5万円で買ったらしいんですが、めちゃくちゃ音が良かったので今でも愛用されているそうですね。山下達郎さんのギターリペアをされている篠原さんという方が、このギターについて詳しく解説している動画が YouTube に上がっているので、よかったらご覧ください。かなり込み入った話もしてくれているので面白いですよ。山下達郎さんの一番のヒット曲といえばクリスマスイブですよね。もう最大のヒット曲ですからね。こちらもライブではほぼ毎回演奏されています。ライブツアーって長いので季節をどんどんまたいでいきますが、夏だろうが春だろうが演奏してくれるそうです。こういう感じのヒット曲が季節ものだと演奏するのはちょっとためらいそうな気もしますが、山下達郎さんはそんなことは気にしないそうですね。確かにライブには山下達郎さんのマニアだけが来るとも限らないですよね。初めてライブを見に来たという方はもちろんあの大ヒット曲聞きたいわけです。極めつけだなーって思ったのがですね、夏フェスです。ライジングサンロックフェスという北海道で行われる野外の夏フェスなんですが、そこでもクリスマスイブを演奏してました。なんならステージ横のモニターにはクリスマスツリーの映像が流れてました。夏に屋外でクリスマスイブの生演奏、これはなかなかねできない経験だと思います。総望という曲もほぼ毎回演奏されています。どっしりとしたテーマの曲で僕も大好きな一曲です。この曲のすごく長い感想では、いろいろな曲をメドレーのような感じで断片的に歌ってくれます。カーティス・メイフィールドの People Get Ready、 マーヴィン・ゲイの What's Going On、 これはご自身の曲で希望という名の光などなど、本当にいろんな曲がね登場します。この曲はコード進行がとてもシンプルなんですよね。なのでいろんな曲のメロディーが当てやすいのかなと思います。はい、ほとんどこのコード進行の繰り返しなんですよね。山下達郎さんがこれまでに提供した曲のセルフカバーも結構やってくれます。 KinKiKids のガラスの少年、近藤雅彦さんのハイティンブギ、これらはよーく演奏されてますね。あとここ最近リバイバルヒットしまくっている竹内まりやさんのプラスティックラブですね。どの曲も原曲とアレンジはほとんど変えていませんが、やはりあの独特な声が入ると一気に山下達郎さんの曲になるんですよね。ガラスの少年の A メロの入りめっちゃ好きなんですよね。原曲は雨が踊るバスストップって感じですけど、雨が踊るとめっちゃねちこく歌ってるんですよね。これがねかっこいいんですよね。あとセルフカバーだけでなくて普通のカバーもいろいろとやってくれます。僕が行った2019年のツアーでは大竹栄一さんの君は天然色を演奏してくれました。他にも Can't Take My Eyes Off You とか Oh Pretty Woman など洋楽も演奏するようですね。今回のツアーではどんなカバーをやってくれるんでしょうかね。楽しみです。山下達郎さんのライブでは基本皆さん座ったまんまなんですが、 Let's Dance Baby という曲が始まると皆さん立ち上がります。そしてこれはちょっと面白いんですけど、 Let's Dance Baby の曲の途中で観客がみんなクラッカーを鳴らすんです。これ最初はすっごいびっくりしました。何が始まったのみたいな感じです。というのもですね、こちらの曲の歌詞に心臓に指鉄砲という部分がありまして、音源でもここではバーンと効果音が入っているんです。それをライブでは観客がクラッカーで鳴らすんですね。タイミング的にはですね、心臓に指鉄砲という感じです。こうなんというか、いっせーのーでパンみたいな感じじゃないので結構難しいんですよね。僕も今回からはクラッカー持っていこうと思うんですけど、やるの緊張しそうですね。タイミング失敗したら周りに睨まれたりしそうですね。こちらもヒット曲ですが、ライドオンタイムはライブの終盤で演奏されることが多いです。まあこれも聞き望んでる方は多いですよね。この曲から山下達郎さんは大ブレイクしましたからね。そしてただ普通に演奏するだけじゃなくて、あるお決まりがあるんです。1番2番大サビと最後まで演奏した後は、山下
達郎さんがマイクから離れて生声で歌います。最初はちょっとマイクから離れたぐらいで歌うんですが、そこからどんどん離れていって、最終的にはステージの後ろにあるセットに登って、そこから大声で歌うっていうパフォーマンスがあります。こんなに離れてんのになんで聞こえんのっていう感じの、もうハイパー声量を見せつけてくれます。僕も初めてライブで聞いた時は衝撃でしたね。ライブアルバムのジョイにもこの模様は収められています。歌ってる途中でご本人もこれがやりたくてライブやってるって言ってます。いや今回も聞くのがね楽しみです。そしてライブの一番最後は Your Eyes という曲で締めます。これも結構お決まりのパターンみたいです。アンコールの一番最後には絶対これという感じです。原曲はピアノを基調としたバラードなんですが、ライブではアカペラで披露されます。こちらもアルバム 4U では一番最後の曲なんですよね。スパークルから始まって Your Eyes で終わる、最初と最後は 4U という感じですね。いやーやっぱり 4U はいいですよね。僕もなんやかんやで一番好きなアルバムです。この 4U を全曲解説している動画も上げていますので、よかったらそちらもご覧ください。さてライブと言いますと演奏はもちろんですが、グッズも楽しみですよね。毎回いろいろなものが発売されますからね。僕前回のライブの時にはこの達郎山下 T シャツと、はい、こちらのサウンズグレート T シャツとこの赤いポーチを買いました。今回はどんなグッズが出てくるんですかね。やっぱり T シャツは買いたいなと思ってます。あと長年ライブに参加している方は集めてる方が多いですが、こんな感じの地名が入っているご当地アルミプレート、これも人気みたいですね。僕も今回から集めようかなと思ってます。いやもうお金が心配ですね。グッズってついつい買っちゃうんですよね。僕の住む札幌でのライブは7月なので、それまでお金を貯めていこうと思います。はい、という感じで山下達郎さんのライブの予習をしてみました。いや非常に楽しみですよね。3年ぶりのライブですからね。もう準備万端で行こうと思います。動画の最初にもお話ししましたが、今日お話しした以外のお決まりとか定番がありましたら、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは音楽好きの音楽好きによる音楽好きのための音楽チャンネルというのをモットーに日々動画を投稿しております。良ければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。